丈夫そうね。準備ができ次第トライゾン城塞に行きましょう。はい。って言っても荷物らしい荷物なんてないけど。それもそうね。じゃあ後でね。兄ちゃん、もう大丈夫なのか。おうや、よかった。俺兄ちゃんに忘れられてるんじゃないかと思ったぜ。ごめんごめん、本当は見舞いに行きたかったんだけど、ちょっとな。そうだ、病み上がりで悪いんだけど、後で稽古に付き合ってくれないか。俺は別にいいけど、兄ちゃんこそ大丈夫なの？軽くな、軽く。ずっと寝てたから体がなまってるし、ちょっと体を絞らないといけなくて。どうしたの？寝てる間に3キロ太ってね。言われてみれば前より健康的に見えるかな。そういうニールはなんだか元気そうだな。実はちょっとな、一歩お近づきっていうの、ついに俺にも春がみたいな。もう俺青春真っ盛り、はちゃめちゃ大全開。そろそろ出発できそうだな。準備は？ああ、これからやろうと。こらこら、ニール君、いくらお兄ちゃん大好きだからってまとわりついて邪魔しちゃダメじゃないか。お前は荷物の積み込みを手伝ってこい。やだよ、女の子より重たいものを持ちたくねえよ。アリスが困ってたぞ。行ってきます。我が子ながら扱いやすい。レオニス、今回のことなんだが、前線にある主要な砦や城塞の指揮を取っていたラルバのそのほとんどが裏切った。正確な人数まではちょっとわからんがな。で、その裏切った中心人物ってのが。バシュタール様。いや、もっと別のやつがいるらしい。別の？サマリルって名前だけはわかってる。それ以外は正体不明なんだがな。おそらくバシュタールが実動部隊を引き、サマリルってやつが全体の糸を引いてるんだろうよ。おかげで前線はズタボロ、俺たちもズタボロだよ。ああ、温泉でもゆっくり入ってと。ちゃんとお礼言えよ。出発の準備しろよ。じゃ。おじさん。それとごめん、お礼言うのを遅れて。ミーメルが見つけてくれたんだろ。うん、レオンを見つけるのが私の仕事だから。そうだったね。ミーメルはもう終わった？出立の準備。うん、終わってるよ。なら手伝ってくれるかな。すっかり遅れちゃって。もちろん、いいよ。あ、準備が必要なら、町に行った方がいいんじゃないかな。